はい、おはようございます。ということで今日も GoPro Hero 11 Black Mini を、こんな感じでね、手ぶらで使っているんですけれども、ちょっとね、今日もいつも YouTube 撮っているね、あっちの部屋に行けるかどうか、夜に行けるかどうかって感じなんで、なるべくこの朝のね、出勤がてらで動画っていうのを1本作っていきたいんですけれども、で、胸にはね、 GoPro Mini なんですけれども、ちゃんとここには通常の GoPro Hero 11っていうのを持っていて、ちょっと簡単にね、この2つっていうのを比較してみたいなと。ただ比較するって言ってもね、画質は同じなんで、この手ぶらで撮影している時と手持ちでね、撮影している時、どれぐらいにブレの差が出るのかっていうのを今日ね、ちょっと出勤がてらチェックしてみようかなと思います。で、今ね、普通にドカドカと歩いている感じなんですけれども、これが手で撮影するとこんな感じね。やっぱりね、手で持っているっていうのはこれだけでね、こう若干の手ぶれ補正になるというか、こういうね、肘だとか衝撃をね、吸収してくれるんで、ちょっとその辺ね、どれぐらい差が出るのかっていう、すごいどうでもいいことなんですけれども、その辺をこうチェックしてみようかなと思います。で、そうそう、気がつくといきなりこうワールドカップが始まっているっていうね、僕もこういっちゃなんですけれども、4年に一度ワールドカップになるとサッカー見始めるっていう、日本を代表するにわかなんでね、昨日も夜、一応ね、サッカーのね、試合はね、もう寝ちゃったんですけれども、開会式は、見ましたね。はい、モーガン・フリーマンが出てきて、開会式とか見るのって楽しいですよね。で、今この映像っていうのが、もう結構普通にドカドカと歩いている状態でのこの手ぶらね、手ぶら。GoPro Hero 11 Black Mini に、ウランジの、磁気マグネットっていうのをつけて、こう胸にね、固定している映像なんですけれども、その揺れっていうのはこんな感じなんですよ。で、手持ちで撮った映像っていうのがこういう感じですね。やっぱり手で持ってるっていうだけで、衝撃っていうのがね、吸収されるところがあるんで、この手持ちで撮る方が、特にこう縦揺れね、縦揺れっていうのは軽減されるのは当然なんですけれども、やっぱりこれは歩き方ですね。歩き方、僕普段ね、歩くときっていうのはなるべく親指でちゃんとこう地面を蹴り上げるというか、大股でどかどか歩く感じなんで、こういうね、忍者歩きね、今の忍者歩きしてます。今ゆっくりとね、いわゆるこう忍者歩きね、ジンバル歩きっていうのをしてますけれども、これやっぱり日常でね、この歩き方をやってるとちょっと変な人になっちゃうんで、その辺普通の歩き方をしながらどれだけブレを抑えるかっていうね。で、結構頭がね、動かない歩き方って、競歩の歩き方ね、骨盤を入れながら歩くといいらしいんですよ。今ちょっと骨盤入れながらちょっと早めに歩いてますけれども、はい、これでどれぐらい違いますかね。今ちょっと競歩みたいな感じで骨盤入れて歩いてる感じですね。でもこれもこれで旗から見たら完全にちょっと変な人だよな。でもいいでしょ、これ歩き方の癖みたいな感じでね。違いますかね。で、ここからちょっと普通に歩いてみます。いつも通りね、どかどかこんな感じで、こっから骨盤入れての競歩歩き。違いますかね。ちょっと人がいろいろ来て恥ずかしいから、ちょっと普通の歩き方に戻します。で、こっから再び競歩。違いますかね、衝撃で。こっから忍者歩き、競歩。今競歩です。競歩、骨盤入れてます。骨盤、モデルさん歩きみたいな感じね。おじさんが朝からモデル歩きっていうね、かなり頭おかしいことしてますけど、いいですよ、もう。で、ちょっとこの辺からさらにゆっくりと忍者歩き、もうなるべく頭が動かないように慎重に慎重に。で、ここからまた普通。
ということで、どうでもいい検証なんですけれども、今日はちょっとね、本当ね、あまり時間なくて、今から電車乗っていかなきゃいけないんで、じゃあもう一回ここで、忍者歩き。今もなるべく頭がぶれないように、慎重に歩いています。で、こっから競歩歩き。少し速くはなるんだけれども、普通よりかは注意深く歩いている感じね。どうでしょう。で、こっからドカドカ。僕の普段の歩き方ね。違いますかね。はい。そうそう、ちなみにね、今ね、これ、ダウンジャケットに、ウランジのね、磁気マグネット使ってますけれども、まあもちろん全然問題なく、こんな感じでちゃんと、くっついてくれています。いや、にしても本当なんかいつの間にかワールドカップって感じですよね。なんか本当僕も、あまりワールドカップが、今年は、この、寒い時期にやるっていうのは、情報としてはね、知っていたんですけれども、それがもう始まるんだっていう感じで、ちょうど2、3日ぐらい前にそれを知って、どうなんですかね、全然盛り上がって、あ、なんか、すごっ、急に晴れ始めた。なんか家出るときね、ちょっと雨降ってたんですけれども、急に晴れてる。はい。いやいや、まあそんな感じで、これからどうなんでしょう。でもやっぱりカタールでやるっていうことなんで、試合は、夜遅くになるんですかね。日本戦はなんかこう10時ぐらいからって話でしたけれども、ちゃんとね、この辺はね、4年に一度だけのにわかサッカーファンとして、少なくとも日本代表の試合っていうのはね、見ていきたいなと思います。ということで、ちょっと今日もね、あまりこう時間がなくて動画作れないんですけれども、まあ、こんな感じでこの GoPro ヒロリのブラックミニ、特にこうアクセサリーとの相性であったりだとか、あとね、これはね、実はね、GoPro ラブズね、これとの相性っていうのが、絶対いいはずなんで、その辺もね、またおいおい試していこうと思います。ちなみに、今この GoPro ヒーロー11ブラックミニ、だいたい15分間ぐらい連続撮影していますけれども、カメラ本体はほんのり熱いっていう風な感じですね。この GoPro ヒーロー11ね、熱に関して言うと、GoPro ヒーロー11ブラックよりも弱いっていう風なね、そういったこう情報があるんで、熱停止にはね、気をつけた方がいいかなと思うので、まあ、僕はちょっと 4K でね、運用していこうかなと思ってます。はい。というわけで、おまかげでした。